そうそうですか。
思い出もあり、まあやっぱちょっと正直めんどくさかったな。昨日もちょっと寝坊しちゃったし。Thank you.
いや、ちょっとまあここで僕の MC と、まあ、ちょっと早いかな。ちょっと早いからな。そうさ。まあちょっとまあ、最後なんで、まあいろいろ感謝を伝えないといけないなということで、なんか忘れててもいいし、お手紙してきました。読ませていただきます。大阪教育大学軽音楽部の皆さん、昨日に引き続き本日も、おいこのために動いてくださりありがとうございます。私たち向井生は、本日軽音楽部を卒業いたします。振り返ってみれば4年間はあっという間で、でも濃くて不思議な感覚です。4年間一緒に過ごした同期たち、どうやら私たちは、いつでも仲のいい会社だと思われているようです。嬉しい限りです。しかしこの7人という人数からも分かるように、私たちは、コロナ禍という、簡単につながりを持つことができない、期間に活動を始めました。私は1回戦の時デビューライブしか、慶応楽部の前で演奏をしていないため、まあ、正直、先輩はおろか、同期の名前すら、あまり覚えていませんでした。まあ今考えるとあの時が一番モチベーション下がってた時期だと思います。2回生になる前に軽音楽部を去ろうかと考えた時期でもありました。まあ、そんな中、今は亡き岡本翔君に同期でバンド組みたいと半ば強引に、バンド組む約束を交わされ、当時から何やあいつらやたら一緒におるよなと思ってた同期2人と共にバンドを結成しました。それがアイデオールでした。まあ余談はさておき、そこから音楽部に、馴染んでいったというよりも、素の田中を出せるようになり、それを受け入れてくれるのが軽音楽部でした。この空気感大好きです。ありがとう。そして同期の4回生のみんな、音楽はもちろんそれ以外にもいっぱい時間を共有しましたね。本当に最高の同期に恵まれたと思っています。ありがとう。最後にニコラシカ、ドラムのこの場所からいろんな景色を見せてくれてありがとう。巧みにサポートに入ってもらって、前に3人いた時、合宿、夏野外、時には大学の野外ステージ、平年2階ホール、どんな時も頼りすぎる仲間がいるからニコニコで気持ちよく叩きました。そんなこの番組も終わりは近づいてきました。次の曲は太陽に最後に歌ってほしいと思って選曲しました。4回生太陽、この軽音楽部を飛び出して戦っていく私たちへ、軽音楽部での記憶を少しでも連れていってほしいです。ありがとうございました。田中奏太。想定外よ。
やめろお前。行くぞ。じゃあ伝えを最後お願いします。
ありがとうございました。ニコラスカでした。